大丈夫ですかね。はい。後ろの方に立ってる方どうぞ、前の方空いてますのでお座りください。この辺結構空いてますんでどうぞ。大丈夫かな。はい、大丈夫ですかね。はい、ではですね、早速セッション1の方入っていきたいと思います。枕研直子さんで、ワードプレスの現在のお話をお願いします。こんにちは。こんにちは。枕研直子と言います。今日ですね、第一セッション目、ワードプレスの現在ということでお話しさせていただきたいと思います。まだ1分前ですが、早速自己紹介から入っていきたいと思います。名前は、枕研直子と言いまして、私オートマティックという会社で働いています。で、まあ、ちょっと自己紹介させていただきますと、オートマティックというのは、ワードプレスの創始者マット・マレンウェッグが始めた会社なんですけれども、うちの会社では、ワードプレス .com という、レンタルブログサービスを、一番のメイン事業としております。で、まあ、意外とそれが一番知られていて、他のことは、まだちょっと知名度が低いのもあるかもしれないんですけども、ここにある一部の、まあ、ブログ関連、ワードプレス関連のサービスをさまざまやっております。で、まあ、ワードプレス .com の事業は実はまだ3分の1ぐらいなんですね。で、他の事業として、ワードプレス VIP ホスティングサービスということで、例えばアメリカのテッククランチのウェブサイトのホスティングとか、 CNN のニュースサイトのホスティングとか、そういった、サイトのホスティングもやっております。で、その他にですね、まあ、ビデオプレスとか、ボルトプレスとか、ポールダリーとか、よくフリーミアムっていう言葉を、取り上げられることが多いんですけれども、無料でも使えるサービスと、さらに有料アップグレードを組み合わせた、サービス、そういったものをいろいろやっておりまして、で、まあ、全体的に、まあ、ブログやワードプレスを使った、ユーザーの方が、さらに便利な機能を利用してもらえるようにというような、サービスをさまざまにやっております。で、まあ、これ社員のほとんど全員なんですけども、今年ですね、一緒に撮った写真です。今100人ぐらいいまして、みんな、リモートで働いています。で、もともとワードプレスの、オープンソースから始まったプロジェクトですので、みんなバラバラに住んでいたんですね。で、創始者は、テキサスに住んでたんですけども、第一人目の社員はその創始者自体ではなくて、アイルランドに住んでいた男性、彼を一人目の社員として、雇いました。そこで、まあ、どうせ遠くに住んでいたので別に、一緒に集まって会社をやる必要は実はないんじゃないかっていう話がありまして、なんでかっていうと、まあ、オープンソースでもともとすでにそこで何年間も一緒に仕事をしてきた仲間なので、遠くに住んでてもやれるのではないかということで、リモートで働いている会社です。なので100人いるんですけども、まあ、アメリカがほとんどですね。で、まあ、ほとんどというか半分はいかないかなってぐらいなんですけども、20都市ぐらいに散らばってて、まあ、サンフランシスコが多いんですけども、まあ、私は日本にいます。で、ヨーロッパ、アジア、南米、インド、ロシア、いろんなところから働いています。アイスランドにいる人とか、ブルガリアにいる人とか、みんな同僚です。で、ワードプレスという、プロダクト、その他サービスをやっています。まあ、そういう感じで、オートマティックの社員でありつつ、ワードプレスの日本語版のプロジェクトにも関わっています。私は翻訳などもやってるんですけども、まあ、そういうことで今回ワードプレスのちょっと大雑把のお話というか、ワードプレスの全体像を皆さんにお知らせするために今日お話しさせていただきます。
まずですね、まあワードプレスって何でしょうみたいな話からさせてください。ここでですね、ちょっと質問なんですけども、ワードプレスを使い始めて1年未満という方はいらっしゃいますか？はい。じゃあ3年未満という方いらっしゃいますか？はい。じゃあ5年以上使っているという人いらっしゃいますか？2007年とか。はい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 。なるほど。なんかあまり手を全員挙げてもらえなかったんで、まあまんべんなくっていう感じですかね。なんでまあそうですね、まあワードプレス大体、まあワードプレス分かってるからわざわざ来たんだと思うんですけども、まあ今ワードプレスがどういうふうに使われているかっていう話をさせていただきます。でまあワードプレスがですね、一言で言ったらどういうソフトですかって言われた時に最近よく使っている言葉なんですけども、ウェブサイト、世界中のウェブサイトのうち 16.7% で使われているツールです。これはですね、まあ、ドメイン名とかをベースに、どんなテクノロジーをそれぞれのサイトが使っているかっていうあのツールがあるんですね。それを調べられるツールがあるんですけれども、それで調べた場合、ワードプレスは 16.7% のサイトで使われているというすごい大きな、割合を占めています。でまあ、使われているってどういうことかっていうと、もちろんあのブログもありますし、ウェブサイトもありますし、他に、まあ、CMS を使っていないサイトもありますし、そんな中でワードプレスが、まあ、世界で一番よく使われている CMS であり、ウェブサイトを作成するためのツールであるっていうのが、まあ、最近広まってきている現実です。でこれ毎年あのいろんなセミナーとかでお話しさせていただいてるんですけども、大体、まあ、10% を超えたぐらいから、いつも話すお話しするようになってきました。で毎回言うたびにだん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 上がってきているので、まあ、人気は上昇していると言えると思います。で2番目に使われているのは、実はドゥルーパルという、まあ、CMS の中だけなんですけども、ドゥルーパルっていう、まあ、日本では多少あの名前は知られてたりもするんですけど、まあ、意外と海外ではそういったツールもありますし、他にジュームラっていうツールもありますし、そういった CMS がまあオープンソースの、それぞれ PHP を使ったオープンソースの CMS なんですけども、そういったものをが占める割合がかなり広まってきているというのが最近のトレンドです。で、まあこれはあのドメインとかをベースにしたものなので、今まあFacebookがユーザーがたくさんいるとか、まあ Twitter がユーザーがたくさんいるとか、ありますけども、まあ、Facebook って一つのサイトですけども、WordPress っていうのは個人のサイトから企業のサイトからブログから WordPress.com の一つのサイトも全部、別々のサイトなので、そういったものが、数としてたくさんありますという話です。で、もうちょっと詳しく見てみまして、WordPress.org ですね、オープンソースの方の、プロジェクトで、アンケートを取りました。数ヶ月前ですね。このアンケートは、まあ、誰にでも、答えられるものだったんですけども、これに回答してくれた人が2万7000人いました。で、まあ、ワードプレスのユーザーですね、ほとんどの人が制作とかで関わっている、まあ、ワードプレスの、開発ブログを見ている人が、世界中で2万7000人回答してくれました。でこの回答が158カ国ということで、まあ、ほとんどの国に回答者がいるという感じですね。まあ、日本もいますし、なんと北朝鮮からも一人 IP かなんかで調べたらいたそうで、まあ、本当にいたのかわからないんですけども、まあ、ほぼ全国世界中どこかから、ワードプレスのその、アンケートに回答してくれた人がいるということですね。で、まあ、158カ国まんべんなく、回答がありまして、でその中の人たちにワードプレスをどんな風に使っていますかっていう質問を、まあ、ここ数年間毎年してるんですけども、そこで、あった答えの多くが、まあ、ワードプレスを CMS ですね、コンテンツ管理システムとして使っているという答えが全体の 66% になってきてます。で、まあ、ご存知の方も多いかもしれないんですが、ワードプレスってもともとブログのツールとして生まれたんですね。私も2003年ぐらいから、ワードプレス一番最初にできた時はブログとして使ってました。なんですけれども、だん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 あのワードプレスが進化していくに従って、もう全体の半数以上、まあ、70、7割近くの人たちが CMS として使っているという答えを
してみました。でこれはですね、CMS としてだけ使っているっていう答えなので、他にも CMS とブログとして両方使っているっていう答えもありましたし、逆にブログだけとして使っているっていう答えもありました。で残りの、34% は、CMS だけじゃない、まあ、ブログと組み合わせてかブログのみで使っているっていう答えなので、だん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 これが増えてきているっていうのが現状です。で、まあ、そのこの結果っていうのはワードキャンプサンフランシスコ、先日行われたサンフランシスコのワードキャンプで発表されたんですけども、その時にその創始者の マットが、まあ、毎年聞いてるんですけども、もうあまりにも CMS として使われているっていうのが当たり前になったので、来年はこの質問はしないかもしれないっていう ことを言ってました。まあ、そんな感じでまあ、ワードプレスはだんだんブログツールから CMS に進化してきたというか、ブログっていうのもまあ CMS の一つなんですけども、まあブログだけではない使われ方がかなり広まってきているっていうのが現状です。でまあそれが、2003年にワードプレス生まれて、今もう9年ですね、来年で10年目になるんですけども、その10年間で起こってきた変化なんですけども、今、さらにワードプレス新しい、変化を遂げようとしているっていうのが、同じくサンフランシスコで語られていました。で私自分自身のブログにも書いたんですけども、その、一つの変化っていうのがアプリケーションエンジンとしての使われ方ですね。でまあ CMS とかアプリケーションエンジンとかそういった用語はそんなに大事なことではないんですけれども、まあ名前をつけるとちょっと分かりやすくなるっていうのがあるのでちょっと説明してみますと、例えばこれは、ユニバーシティ・オブ・ワシントン、アメリカのワシントン州ですねにある大学の、地図のサイトなんですけども、一つ一つの紫色のものは建物の一つとなっています。で、この建物が、実はカスタム投稿タイプの、投稿の一つとして登録されています。カスタム投稿タイプを、名前を聞いたことある方ってどれぐらいいますか？ワードプレスのツールですね、あツールというか仕組みの一つ、はい、半分ぐらいかな。まあ、CMS によく、代表されるというか CMS として使われるときによく、利用される機能なんですけども、例えばブログっていうのは、投稿、ブログの投稿がありますよね、それは、投稿のタイプの一つと言えます。でその他に固定ページってあるんですけども、それもまた別の投稿タイプっていうふうに、もともとデフォルトでは2つ投稿タイプが、まあ、目に見えて登録できるようになってるんですけれども、ここでアプリケーションエンジンとしての使い方をする際に、このカスタム投稿タイプとして、建物を登録するという使い方をワードプレスでしています。でまあこれは他にも、その登録した投稿タイプにいろんな情報を加えたりして、まあ、もっと詳しく見ていけばいろいろ面白い使い方をしてるんですけども、そういった感じでブログの記事を表示したり、固定ページで例えばお問い合わせページとかそういったものを表示するのももちろんできるんですけれども、ワードプレスを使いこなすことで最初に普通に、まあ、企業サイトとかブログを作っている、そのノウハウを生かしながらもっとアプリケーションっぽいサイトを作ったりもできるようになるというのがワードプレスの、まあ、魅力の一つとして捉えられています。でまあ、これはアプリケーションエンジンのための、まあプラグインというか、他にワードプレスの上にさらに乗っけて使うシステムなんですけども、ピックリスト PIKLIST という、まあ、ツールというかプラグインなんですけども、これをダウンロードして、使ったりとか、まあ、そういったふうに拡張するためのツールを作っている人とかもいます。でまあ、これをもちろん使わなくても他の、フレームワークとかを使ってもいいんですけども、まあ、そんな感じでワードプレスを使っている人がたくさんいて、さらにそれに拡張して、機能を追加したり開発したりしている人がいて、でその人たちが、オープンソースとしてそういったツールを、公開してくれているおかげで、まあ、ワードプレスをさらに、使いこなすきっかけが、広まってきているっていうのが現状です。でその他のトレンドとしてワードキャンプ、このワードビーチというのもワードプレスのイベントなんですけども、それとはまた別にワードキャンプという世界中で、行われているイベントがあります。日本でも東京とか、今度大阪でもありますけども、そのワードキャンプも、さらに盛り上がりを見せています。去年ですね、世界で51回ワードキャンプが行われました。
で51っていうと、まあ、1年52週とかあるので、だいたい毎週末どっか一箇所でワードキャンプが開かれている。世界中でワードキャンプが毎週毎週、まあ、重なることもあるんで毎週じゃないんですけども、だいたいそれぐらいの割合で開かれているというのが2011年。で今年さらに予定されているものだけでも75回ということで、まあ、5割増しというか、51回が75回になってますんで、まあ、ワードキャンプというかコミュニティのそういった、活動というかイベントもだいぶ盛り上がってきています。ワードキャンプに、行ったことある方いますか？はい、そうですね。ワードビーチもそうなんですけども、大体がやっぱりコミュニティのイベントで、そうですね、オートマティックという会社が、世界でやっているというわけではありません。まあ、サンフランシスコでは社員がたくさん、まあ、協力はしてるんですけども、いろんなところでいろんな それぞれのコミュニティの人たちが、まあ、勝手にではないんですけど、まあ、ある程度のルールを設けてやっているっていうのがイベントで、まあ、マーケティングというよりは、そうですね、その自分たちが、情報を共有するために、まあ、自分も教えてさらにそこから学んでいくみたいなものが、コミュニティ主導で行われているっていうのが、まあ、ワードプレスの一つの大きな特徴かなと思います。で日本国内でも、ワードベンチっていう、まあ、名古屋にもあのワードプレスの勉強会とかあのイベントをするグループとしてあると思うんですけども、日本中でワードベンチのイベントが、まあ、これ例えば8月ですね、そこに、いらっしゃる星野さんが登録してくださってるんですけども、ずらっと8月だけでもこれだけイベントが行われています。でこれまあカレンダーですね、ちょっと薄いんですけど、まあ、週末とかになるともう全国各地で5回6回それ以上もう入らないぐらいどこかでイベントが行われています。まあ週の間もほとんどあって、こんな感じで、そうですね、そのこのカレンダー最初やった時って多分月にどれぐらいですかね、月にまあ 4,5 回イベントがあるかなぐらいだったんですけども、でまあ もともと東京でのイベントとかが始まりだったんですけども、もう日本全国でワードベンチのグループも増えてますし、そうでないのもありますし、いろいろと、まあ、小さい勉強会からこういった、100人以上集まるようなイベントまで、開かれています。で、この間鹿児島で7月にワードボルケーノという、まあコミュニティのイベントがありました。で今回ワードビーチですね、名古屋でありまして、9月にはワードキャンプ東京というのが予定されています。で去年ワードキャンプ、神戸とかでもあったんですけども、そこでも400人500人で、東京ではまあ800人とかたくさんの人が集まるようになってきてます。でワードキャンプ大阪が11月3日にありますので、まあ、名古屋から行ってみるのもいいかなと思います。で こういったイベントをあの、まあ、開催するということもワードキャンプのワードプレスの一つの特徴で、まあ、そのコミュニティに関わっている人たちが、まあ、自発的に別に誰かにやれって言われたっていうよりは、あの他のところに行ってみてとか他の話を聞いて自分たちもやってみたいっていう、自発的にそういうふうにあの知識を共有してくれる人がすごい多いのがワードプレスのコミュニティの特徴だと思います。でちょっと話を戻しまして、先ほどあのアンケートの話もしましたが、世界中で2万7千人の人が答えてくれた、あのアンケートのうち、ワードプレスを使って、お給料というか、まあ、仕事としてそれをやっていますかとか、あの趣味じゃなくてお給料を稼ぐためにワードプレスを使っていますかという質問があったんですけども、そのうち、2万人ですね、2万人の人がワードプレスを使って仕事をしていると言っています。まあ、ここにいらっしゃる方も多分多いと思うんですけども、ワードプレスというのがまあ雇用も生み出してますし、いろいろなあの仕事に使えるツールとして認識されてますね。2万7000人のうちの2万人ですので、まあ、数多くの人がワードプレスをまあ割合として使っているということですけども、その中でどういったサイトを作っていますかという質問もありました。で、多かったのが、まあ、個人とか中小企業ですね。まあ、どっちかというと小規模なサイト。まあ、いや、ブログですね。まあ、プロのブロガーの人とかもいらっしゃいますけども、そういったのが一番多かったということです。でもまあ、意外と、成長しているセクターというか、エリアが非営利団体、行政、教育ですね。こういったところともすごい親和性が良くて、まあ、ワードプレスの、
まあ、オープンソースっていう性格もありますし、そういったちょっとまあどっちかというとそうですね、なんかまあ予算の関係もあるかもしれないですし、そのオープンソースを使っていこうという行政の取り組みもあるかもしれないんですけども、そういったエリアがすごく伸びているというのが今年の、特徴だったそうです。でさらに、まあ、こう円が重なっているのが分かると思うんですけども、まあ、個人で非営利のサイトとか、非営利の大企業というか、まあ、大きな団体のサイトとかもありますし、そういった感じでこう重なっているところもあるんですね。で大企業のサイトが、まあ、両方やっているというか、個人のサイトも作ってるし大企業のサイトも作ってる人もいますし、そんな感じで、まあ、全体的に、いろんなサイト種類のサイトで使われ始めてきているというのが、毎年調査を行うたびに分かってきているという感じです。でまあ、最初そうですね、ブログとして使われていたので多分ブルーの円のところが一番多かったと思うんですけども、だんだんと大きなサイトでも使われています。この、アンケートを取った時に、まあ、面白いサイトというか面白い使われ方はをしている人は教えてくださいっていうのもあったんですけども、そこでは例えば音楽のイベントサイトで使ってて、まあ、毎年そのイベントすごい大人気で、まあ、例えば聞いたことある人もいるかもしれないですけど、レディオヘッドとかそういったバンドが来る、大きなイベントのサイトで使ったんですけども、今年はワードプレスで組み立てて、で WP エンジンというワードプレスを、特化したホスティングをやっているところでホスティングして、で今年はまあ無事そのサイトが落ちたりとかそういったこともなく、無事、たくさんの人がチケットを買うことができたみたいな例もありますので、まあ柔軟性もありますし、ちゃんと拡張して使われている大きなサイトでも使われているということが言えると思います。でまあワードプレスの仕事っていうのもいろいろあると思うんですけども、まあ一番大きく思いつくのはワードプレスを制作に使っているということだと思います。その他にも例えばホスティングですね、先ほど、WP エンジンという、まあ、海外のホスティングでワードプレスに特化したところっていうのをご紹介しましたが、まあ、国内で例えばですね、まあ、これちょっとビジュアル的にワードプレスが前面に出てたんでスクリーンショットを撮ってみましたけど、ほとんどもうメジャーなレンタルサービスさんではたくさんのワンクリックインストーラーというかワードプレスを入れてて当たり前みたいな風潮がすごい大きくなってきてます。でこれすごい嬉しいことで、ホスティング会社の方たちもワードプレスがすごいたくさん使われているっていうのをデータとして持っていらっしゃるんですね。なので、まあ、ホスティング自体も、ワードプレスに力を入れていきますし、ワードプレスが使いやすい環境っていうのが広まってきていると思います。で、まあ、皆さんも多分ワンクリックインストーラーとか使われたことあると思うんですけども、それがあることによって逆にワードプレスを使う人も増えますし、まあ、良い循環になっているのではないかなと思います。でこれは、まあ、レンタルサーバーのホスティングの話なんですけども、他にもですね、めぐみさんというか、デジタルキューブさんという、まあ、今日この後話もありますけども、クラウドとか高速化とかそういった感じの、ホスティングについて事業を展開していってるっていう例もあります。でここに2つサイトがあるんですけども、まあ、1つはAmazon のクラウド上でワードプレスを動かすための、まあ、AMI というか、この詳しくはめぐみんクラウドとかに行けば分かるんですけども、まあ、お出さんとかもブログに書かれていますが、そういった感じで、新しいワードプレスの使われ方もしくは最適化された使われ方を、開発してそれを共有してまたビジネスにつなげていくっていう動きもありますし、こちらの、まあ、WP ブースターというのは、この後また詳しくミヤさんがお話ししてくださるんですけども、ワードプレスを、まあの、高速化というか最適化を事業にするっていう一つのサービスですね。で、まあ、オートマティックもそうなんですけども、ワードプレスっていうもの自体はオープンソースなので、ソースを売っているわけではありません。でも、面白いのが、その周りにビジネスが、たくさん生まれてくるっていう風潮がありますね。なのでアイデア次第で技術次第でいろんな、付随サービスをたくさんのユーザーの人に提供できるっていうプラットフォームになるっていうのがワードプレスの、
強みでありますし、さらにまあ先ほどホスティングの時も言いましたけども、たくさんいることで、その強みがさらに前に出てくるというか、そのサービスを提供する人もやっぱりたくさんの人に提供できるサービスを、まあ同じものを使っている人に提供できるので、ユーザーが世界中にいるっていうのはワードプレスならではのことかなと思います。で、まあサービスといっても自動化されたサービスもありますし、こういった感じで、法人個人向けサポート、まあヘルプデスクみたいな感じですね、特別に、困っている人がいたらそれを直してあげたり、まあ制作でちょっと重なってくるところもあると思うんですけども、制作してあげた後にサポートを提供したりっていう事業もできます。で、まあ先ほども言いましたけど、エンタープライズ大きなサイトでも使われて始めていますので、サポートの幅も広まっています。で、こちらもまた後からお話のあるビズベクトルのサイトですけども、こちらでは、テーマを配布されております。で、テーマ自体は、GPL ライセンスで無料なんですけれども、そのサポートっていうのが、まあ、例えば他のメニューの方にあるんですけども、そういったものを特化して、ただ無料で配るだけではなくて、そこに、まあ、お客さんを増やしていくというか、このテーマがいいので使ったんだけどもっと詳しく知りたいっていう方をお客さんに、作ることができるというのもあります。で、まあ他にも書籍を執筆したりは、サポートの一部にもなるかもしれないんですけども、こちら、今日も来られている、プライムストラテジーさんと、まあ、星野さんや、大曲さん、が書かれ豊田さんが書かれた本なんですけども、書籍を執筆するという仕事ももちろんあります。まあ、その他にも開発の仕事ですね。こちらは福岡の三好さんという方がされている、ロクロブスターという、コンタクトフォームプラグインを開発されている方の会社なんですけども、こういったところで、たくさんのユーザーに対して開発の、事業を提供するということもあります。という感じで、まあ、ここまでがワードプレスの周りに、ビジネスをいろいろ作ることができるという紹介なんですけども、まあ、今まで海外のものを紹介することが多かったんですが、やっぱりもうここ数年日本でもそういったビジネスをたくさんの人がやっている、で それを成長させてきているっていうのが、まあ、ワードプレスの現在として、話せるっていうのがすごい嬉しいことだと思います。で、私が知らない事例とかも多分あると思うので、もちろんサイトの事例もそうですけども、こういったサービスの事例とかも全もしご存知だったら捕まえてぜひ教えてください。で、ちょっとビジネスの話は置いといて、まあ、Facebook の公式プラグインというものも、増えてきています。で、これも例えば、まあ、Facebook 自体はまあ、全く別のワードプレスとは離れたビジネスなんですけども、ワードプレスのユーザーにアピールするようなプラグインを作ることによって、まあ、ここにテックランチの記事なんですけども、Facebook ウェブの 16.6% の制覇に乗り出す、先ほどお話したそのたくさんのウェブサイトを作るために使われているワードプレスっていうのは、まあ、他のサービスにとっても重要なお客さんであるということで、こうやって公式プラグインを提供することでワードプレスを使っている人に、もっと Facebook に、来てもらうっていうような事業をやっていったりもします。まあ、プラグイン自体は無料なんですけども、やっぱりユーザーが増えるっていうことはサービスにとってもいいので、そういった便利な機能を提供することで、ワードプレスと連携するっていうのはいろんなサービスが注目していることでもあります。で、他にですね、まあ、ワードプレスの全く別の今の現在ということで取り上げたいのが、今年初めて行われるワードプレスコミュニティサミットというものがあります。で、これがまあ、今までの話の流れで、あるのは、まあ、これ海外でアメリカで行われるイベントなんですけども、今までそうやっていろんなワードキャンプなんかで、事業の人たちワードプレスを、使ったビジネスをしている人たちとかが集まる機会はあったんですけども、今回は、10月ですねに行われるワードプレスコミュニティサミットということで、100人ちょっとの人を世界中から、その、まあ、何十万人何千万人、サイトを作ったり使ったりしている人がいるんですけども、その中からたった100人だけを集めてコミュニティサミットということで、重要なキープレイヤーが参加するイベントというのを、ワードプレスの その開発チームなどが
リードをしてやるっていう、アナウンスがありました。でこれは何が重要かというと、まあたくさんの人が使ってるんですけども、まあその中でリーダーみたいな人たちを集めて一緒に話してもらうことで、もっと次のステップに進めるのではないかということで、今年初めて行われるイベントです。でまあ、まあ100人しか行けないのでみんなが行けるわけではないんですけども、日本からも、2人コミュニティからメンバーが選ばれました。で倉石さんっていうのは、ワードプレス日本語版の中にマルチバイトパッチっていうプラグインが入ってるんですけども、そういったプラグインを作っている方です。先ほどご紹介した、サポートの、タイニービットっていう、公式というか、法人個人サポートをされている方でもあるんですけども、まあ、そういった感じでその日本語対応というものが、日本語やマルチバイト対応というのがワードプレス全体でも重要視されているので、まあ、それを一番詳しくご存知の倉石さんも選ばれています。で、コンタクトフォーム7の先ほど、ロックロブスターを代表されている三好さんという方も選ばれています。で彼の、まあ、大きな功績というのは多分、2番目ぐらいに、ダウンロードされているプラグイン、世界で2番目ぐらいにダウンロードされているプラグインを作った方ですね。なので、まあ、プラグインの制作者として、まあ、さらに、コミュニティをサポートしている一人として、選ばれています。でこういった感じで、まあ、ワードプレスは、まあ、世界の、ムーブメントであるんですけども、日本の、人たちのインプットや、協力からも成り立っているということが言えると思います。ということで、まあ、ここまでワードプレスの今ってことなんですけども、これからワードプレスはどういうふうに進んでいくのかということで、もう15分ぐらいしかないんですけども、簡単にお話しすると言っても、まあ、まだわからないところがたくさんなんですね。で、ワードプレスがここまで進んできたっていうのは、こういった方向に進んでいこうと思ってしてきたというよりは、まあ、そういった、そのワードプレスを使う人たちの、いろんなインプットによってワードプレスって変わってきたところがあるんですね。なのでよく、まあ、そのワードキャンプサンフランシスコでもマットさんが話すときに、その未来についてはっきり言うというか、こういった方向に行くぞっていうよりは、この辺が大事なポイントなんで、その方向に、まあ、ちょっとフォーカスはしていくけど実際はまだわからないみたいな話が多いんですね。なんで、まあワードプレスの未来はこうだっては言えないですし、言ったとしても多分それは実現するかは分からないんですけども、まあ、サンフランシスコでも話された3つほど大きな、ポイントがあります。で、1つは、ワードプレス .com とワードプレス .org の、2つをもっと近づけようという話なんですね。で、まあ、日本ではワードプレス .com そんなに、たくさん使われている印象はないかもしれないんですけども、その 16% 以上のワードプレスのうち半分がワードプレス .com でホスティングされている世界のサイトなんですね。ということは、まあ、大体3000万から、まあ、4000万弱ぐらいのサイトがワードプレス .com にあるんですけれども、.com と .org オープンソース版とレンタルブログ版の間には機能の違いというものがあります。なので、その機能の違いをもっと吸収して、なるべく、ドットコムに提供されている機能はドットオルグの方も使えるようになり、なるといいですね、みたいな話がありまして。で、まあ、うちの会社で出しているプラグイン、これもオープンソースのプラグインなんですけども、ジェットパックというプラグインがあります。で、この中で、例えばサーバーのリソースを必要とする、例えば、プラグインを入れただけでは機能しない、その全体のホスティングも含めて提供しないといけない機能っていうのがあるんですけども、そういったものを、ジェットパックというプラグインを通して提供したりしています。でそういった中で、まあ、wordpress.com で新しい機能が公開されたら wordpress.org のそのジェットパックプラグインを通して提供できるようになるという未来を、まあ、創始者マットや開発チームっていうのは、まあ、オートマティック主導ですけども、そういった感じで考えています。なので、まあ、そうですね、そのさらに、拡張したワードプレスのプラグインだけではなくて、その簡単にサーバーのワードプレス .com の、機能っていうのをプラグインを通して使えるようになるっていうのが将来的な、目標の一つです。で、もう一つはですね、ちょっと、この、
ちょっと順番間違ったんですけど、すいません。モバイルですね。モバイルが非常に大きな、その3本柱のうち1つを占めると言われています。で、500万ダウンロードって書いたんですけども、ワードプレスには実は公式アプリが6種類ぐらいまあります。で、これはまあスクリーンショットの一つで、ワードプレス4iOS ですね。iPhone とか iPad とかで使う、ワードプレスなんですけども、まあこれはその中の一つです。で、Android 版もありますし、Nokia とか BlackBerry とか、プラットフォームごとに別々のアプリを出しています。で、今のところまあブラウザーでアクセスすることもできますけども、やっぱりアプリの利便性というのは大きいと思うんですが、そういったモバイルアプリを全部合わせて500万ダウンロード今まで、使われてきています。で、これがまあ伸びるっていうのを、目にして、やっぱりワードプレスはまあもともとブラウザーとか PC をメインにしてきた、ツールですけども、これからモバイルから使われるとか、モバイルから、サイトを管理する、そういったものもすごい大事になってきていると思われています。なので、まあ、今はすごいアプリをたくさん、開発しているんですけども、それもまあオープンソースでやってるんですけども、まあ、将来的にはその方向性としては、まあワードプレスのそのネイティブアプリ自体も、もっとモバイルに対応していかなきゃいけないっていうのは感じているのが開発チームの、ビジョンですね。で、まあ、例えば今こういった風な UI ですね、ワードプレスをアプリから触るとこういう風になっていますけども、聞いた話によりますと、まあ、ブラウザからアクセスした時もモバイルでは、まあ、レスポンシブデザインとか言いますけども、モバイルにもっと適した、UI っていうのも開発していかなきゃいけないと思っているっていう話はしていました。で、こういった機能も、まあ、ワードプレスが勝手にあのアップグレードすることによって、私たちも使えるようになるということで、もちろんソースも見ることができるので、そういったトレンドを、私たちも享受することができるっていうのがワードプレスの良さであると言えると思います。はい。で、ちょっと戻りまして、すいません。ワードプレス 3.5 ですね。次のバージョンは、12月5日に公開されるという、予定です。で、まだしばらくあるんですけども、このバージョンで、そうですね、もう12月なんですけども、新しいテーマですね。2012年のテーマは12月に公開されるというのも なんですけども、まあ、2012年に、また新しいテーマ、デフォルトテーマを、公開していくという予定です。で、ここに、まあ、もう大体結構大枠はできているレイアウトがあるんですけども、今までとはだいぶ違ったアプローチになってきています。で、どこが一番違うかっていうと、まあ、ここに、アイキャッチ画像というか、おすすめの画像みたいなのがありまして、もうブログではないんですね。デフォルトテーマがブログからかなり離れたレイアウトになるっていうのは、新しい方向性は大きいと思います。で、もちろん、ワードプレス自体がそんなに変わるっていうよりは、まあ、デフォルトのテーマで、その、大きな見た目を変えるというだけなので、まあ、ここに例えば固定ページをホームページにするっていう機能は今でもあるので、まあ、2012のその方向性がすごく、ワードプレスのこれからの、まあ、CMS を、メインに据えていくっていうのが見えると思います。で、もちろんブログも今まで通り使えますし、こういった感じでその初めて、使う人がいきなりこういったレイアウトから使えるようになるっていうのは、まあ、大きいかなと思います。なんで、まあ、12月5日ですね。まあ、今まで、リリース予定日を公開してて、その日にリリースされなかったこともありましたけども、今回はその、12月5日にぜひ公開できるように、開発していきたいっていう考えがあります。はい。で、まあ、ちょっと前後しましたけども、そうですね。そういった感じで、まあ、ワードプレスの、まあ、将来としてあるんですけども、まあ、日本でちょっと面白い動きがありまして、ワードプレスがホームページビルダーに、統合されるというか対応するというのが先日ニュースでありました。これも、まあ、オートマティックが開発しているわけではなくて、ジャストシステムさんというもともとホームページビルダーを開発している、会社さんがワードプレスを採用したということですね。で、まあ、
ここでワードプレスに対応したっていうのはどういう意味かっていうと、ホームページビルダーっていうのは今までウェブオーサリングツールというか、まあ、ドリームウィーバーとかバインドとかありますけども、そういった感じで、ホームページの、を更新するための、ツールであり、ホームページの、まあ、レイアウトとかそういったものを、カスタマイズするためのツールだったんですけども、やっぱりモバイルもそうですし、今、まあ、クラウドというか一つのパソコンからしか動かせないっていうのはなかなか、不便ですねみたいな声があったらしくて、やっぱりブログなどが広まってきてるので、まあ、いろんなデバイスからいろんなパソコンから更新したいっていう声もあったらしいです。でそこで、まあ、その独特の独自 CMS をもちろん作ることとかシステムを作ることもできると思うんですけども、もうワードプレスがすごい、まあ、日本でも結構スタンダードというか、ブログを更新したりサイトを更新したりするのにすごい使われているという現状を目にしたということで、もうワードプレスを入れてしまおうというか、ワードプレスに対応してそのホームページビルダーで作る方の、カスタマイズをワードプレスに合わせるという方向に進まれたんですね。なんで、まあ、ホームページビルダーというツールは、まあ、例えば、まあ、iPhone アプリとか Android アプリみたいな一つとして、まあ、更新というかカスタマイズをするためのツールではあるんですけども、まあ、それにつながっていく WordPress っていう位置づけが、ちょっと面白いなと思いました。私も初めて聞いたときはすごいびっくりしたんですけども、まあ、今のウェブの風潮というか、その WordPress を使って、ウェブの制作や更新をするっていうのが当たり前になってきていますので、それを見据えた、新しい動きなのかなと思います。で今まで、まあ、全体的にお話してきた通り、まあ、ワードプレスっていうのは一つの、そのソースコードでありツールではあるんですけれども、いろいろな他のツールやプラグインやサービスが一緒になることによってさらに進化していきますし、それを皆さんが作っていけるっていうのがワードプレスの面白さだと思います。で、例えば先ほど紹介していた日本のサービスとかも全てそのゼロから誰かが作ったものなんですね。もうワードプレス自体もそうですけど、それってすごい面白いことだと思うんですよ。例えば、まあ、Facebook とかツイッターとかそういったプラットフォームってありますけども、まあ最近ちょっとニュースになっているもので、まあ、ツイッターがあなたはツイッターと連携したサービスをやっちゃいけないって言ったらもうそれで終わりなんですよね。でもワードプレス自体はオープンソースですし自分でホスティングすることもできるので、その誰かに左右されるっていうよりはあなたがやるかやらないか、私がその技術を持ってるか、アイデアを持ってるかっていう方が大事になるんですね。なんで例えば、まあ、Facebook に連携した、サービスをやるとか、まあ、そういうのも一つだと思うんですね。まあ、ユーザーも多いですし、でも独自性を持って自分の能力や自分のアイデアを生かしていくっていう上で WordPress の、プラットフォームオープンソースの考え方っていうのは、これからもっともっと広まっていく可能性を秘めているのではないかなと思います。なのでそうですね、まあ、いきなりはそんなサービスをやるっていうのはないかもしれないですけど、たくさんいろんないい見本とか教えてくれる人もたくさんいます。で今日例えば来てくれている人も先ほど紹介したそのまあ世界中の、サービスに、匹敵するようなものを作っている人たちが身近にいるっていうのも、まあ、ワードプレスならではのことですね。で例えばコアに、パッチを書いたらそれを見てくれるのもその本当に中の人というか、その例えば Facebook にバグ報告をしてもその、ソースを送ることもできないですし、実際に直して見てもらうってことはできないです。でも WordPress だったら何かあれこれは違うんじゃないかって思ったら、実際にソースを見て直したり指摘したりそこから学んでいくことができるっていうのが、まあ、オープンソースの良さだと思うんですね。なので、皆さんにもそういった風に、まあ、いつかはでもいいですし少しだけでもいいですから、ワードプレスにもっともっと深く関わっていってもらうことで、もっとワードプレスがこれから、面白いものになっていくのではないかなと思います。なんで、まあ、これからちょっと朝からすごいなんか大きな目標を話してしまいましたけども、こうやって一緒に来ている皆さんと話をして、ぜひせっかくイベントに来てもらったので、まあ、ツイッターとかを通してでもいいですけども、どんどん自分の知りたいこと聞きたいことを、話してみてください。で今日
ぜひ新しい知り合いとか友達を作って、このイベントが終わった後もどんどん、ワードプレスと深く関わっていってもらえればいいなと思います。でちょっと早くなっちゃいましたが、質問があれば受け付けますんで、後から、私ともどんどん話していただければと思います。はい、以上で、終わりです。後でスライドアップしますので、よかったら、アットナオコ MC の方で、URL を報告したいと思います。以上、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。枕県ナオコさんでした。少し、お時間ありますので、もし今